こんにちは、シエルです。今日は冬に欠かせない最強のアウターの紹介をしたいと思います。それがこちらのマークでおなじみ、モンクレールのダウンです。ちなみにこのダウンね、ダウンコートみたいな感じで結構長いんです。こんな感じのロングのダウンコートです。はい、はい、やっぱりここにねベルトがあるのは可愛いよね。カチャンって、はい、色はブラック。ちなみにこちらのダウンのお値段が30万円です。チャリン。はい、というわけで結構高いよね。だけどね、もう4年ぐらい着てて全然無傷、毎年クリーニングには出してるんですけど、まだまだずっと着れそうだなっていう感じがしてます。確かこれね28万ぐらいで税入れて30ちょっとだったかな。そして何よりもこのダウンめちゃくちゃ軽いの。もう着てないんじゃないかなと思うぐらいめちゃくちゃ軽いの。まあ一般的にダウンって全部軽そうな感じするんだけど、すごい軽いの。ポケットがねこことここにあってね、こことここにもあるの。で、何が高いって多分これよ。これがね、多分高いのよ。まあ、これもね、やっぱあったかいんだよね。フード。もふもふで。ここだけで多分10万くらいすんじゃない？わかんないけど。で、これ一応取り外しができるタイプのやつです。じゃん。これもさ、こうやってちゃんとさ、紙がめっちゃ挟まる。で、ここもポタンプってしてさ、こうやってやったらもうほんと無敵。アラスカとか行けそうなぐらい。めちゃくちゃ軽くてあったかいんですよ。このダウンを買ったきっかけが、冬にね、カナダ旅行に行く機会があって、で、その時に、まあ、暖かいアウターを買おうと思ってて、で、カナダがなんとマイナス20度だよって言われてて、そのマイナス20度の寒さが想像つかなかったんですけど、私結構ペラペラのコート着ていこうとしてたら、うちの母が、いや、そんなんで行けると思うなよ、みたいな。なんか、カナダ舐めんなよ、ぐらいのこと言ってて、母とアウター買いに行った時にね、もうね、2月ぐらいだったかな。ダウン買う季節でもなかったんだけど、なんか予想的にちょっとダウンとかセールで安くなってんのかなって思ってたら、全然セールにもなってないし、なんなら30万もしたっていう、そんな感じで買いました。これ買うとき最初値段見ないで着てて、あ、可愛いってなって、で、やっぱこのね、このウエストのベルトがすごい可愛いと思って、なんかもうこれで決めた感じがあって、それで値段見てびっくりみたいな。母がこれがいいよとか言うから買ってくれるのかなと思ったら、別にそういうわけでもなく、まあ、自腹で買ったんですけど。で、まあこれを着て、マイナス20度のカナダ行ったんですよ。すごいのも寒すぎて。これ着てたから、勝てたね。うん、寒さには勝てたね。あ、マイナス20度耐えれたと思って。これ着てさ、まあ、カナダ、プラプラって散歩してたらさ、結構カナダ人にもこれ褒められた。カナダ人も認めてくれるやつやんと思って。なんか最近薄着の女の子とかさ、街中で見るとなんか、ヒーってなる。寒いよってさ、年齢とともに寒さに弱くなってきてて、若い子は大丈夫なのか。まあ私もさ、でもさ、冬生まれだから寒さに強い方で、普通に雪降る中半袖でマジックショーとか全然してた人だから、あの頃はすごい勢いで生きてたね。今は考えられないね。この間屋外ショーあったから買ったもん、あの衣装っぽいダウンを。モンクレールのブランド的にちょっと高いんですけど、でもやっぱり4年ぐらい使っててもいい感じだし、あとここのねファーとかも普通にやっぱクリーニング出せば全然綺麗なまんまだったり、個人的にはおすすめです。何よりもやっぱり軽くて暖かい。うん、これに尽きるね。多分この中とかさ、全然薄着でもいい感じだよ。昨日かな、なんか今時モンクレールダサいみたいなツイートがあって、あーそうなんだと思いつつも、やっぱりさ形私綺麗だと思うし軽いんだよね。冬のアウター事情でした。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。